部より全ヨルハ部隊へ、数百年もの間発見されなかったエイリアンたちの反応を確認した。知っていると思うが、エイリアンは機械生命体たちの司令塔だ。エイリアンを殲滅すれば、長きにわたるこの戦争も終結する。現在技術部の方で電波発信源の解析を進めているが、情報が不足している。地上にいるヨルハ部隊は本案件に対する情報収集を最優先しろ。この好機を逃してはならない。人類に栄光あれ。司令部の情報をもとに信号発信源を予測、マップにマークしました。でもこれ地下の深めの場所みたいですけど。行ってみればわかるよ、多分。 2B って大雑把なところがあるんですね。
生成しましたね。これでもロボ同士に振り回されなくて済みますよ。そうだね。バカなロボットですよ。破壊されるまで強さにこだわるなんて、もう会うこともないですし、本当に生成しました。全ヨルハ部隊へ。数百年もの間発見されなかったエイリアンたちの反応を確認した。知っていると思うが、エイリアンは機械生命体たちの司令塔だ。エイリアンを殲滅すれば長きにわたるこの戦争も終結する。現在技術部の方で電波発信源の解析を進めているが、情報が不足している。地上にいるヨルハ部隊は本案件に対する情報収集を最優先しろ。この好機を逃してはならない。人類に栄光あれ。司令部の情報をもとに信号発信源を予測。マップにマークしました。でもこれ地下の深めの場所みたいですけど。行ってみればわかるよ。多分 2B って大雑把なところがあるんですね。トゥビー、反応があった陥没地帯の地下に行ってみましょう。あのロボット、何か様子がおかしいな。
これは地下にある空間の崩落による陥没。こんな巨大な空洞がどうして。あの変な敵は。この通路は昔からあるみたいですけど。それじゃあ司令部は行って逃げよう。ここは私が。ダメ、陽子。
なんだお前。私は随行しヨルハ機体へ。そんなこと。皇帝、この行動必要ない。ヨルハ機体 A2 勝手にしろ。一体何なんだあのでかいのは。不明。役に立たない箱だな。私を満足させてみろ。妖精ヨルハ機体 A2 の行動目的の開示。なんでいちいちそんなこと。支援する上で必要な情報と判断。教える理由はない。ヨルハ機体 A2 の行動目的の開示。教えないって言っただろう。随行支援ユニットは対象支援機体の行動目的が開示されない場合、要請プロセスが30秒に一度自動的に実行されることになっている。はあ？推奨速やかな行動目的の開示。不必要に会話を繰り返すのはエネルギーの無駄と判断。お前が勝手にやってるんだろう。射撃による強制停止。30秒経過。要請。
目的は機械生命体をぶっ壊すことだ。分かったか。了解。付近の機械生命体のスキャンおよびマーク完了。砂漠地帯大型の適正機械生命体を感知。推奨大型機械生命体の破壊。私に命令するな。否定。これは命令ではない。ヨルハ機械 A2 の行動目的に対する支援情報である。推奨情報に不満がある場合行動目的の更新。うるさいだまれ。否定。本支援ユニットはヨルハ機械 2B の最終命令によって行動中。ヨルハ機械 A2 に命令権限は存在しない。勝手にしろ。邪魔するな。了解。
敵かと思ったら大したことないな。指定、敵機械生命体反応現在。砂漠地帯用に進化した機械生命体と推測、推奨敵機械生命体の破壊。言われなくても。旧型モデルで悪かった。これは私の記憶領域か。てか、何でお前がここにいるんだ。追放支援ユニットは支援対象機に不具合があった場合、内部モニタリングの義務があるため。勝手に人の頭に入ってくるな。Okay.
私たちは同じだ。誰にも頼れず、ただ泣き叫んで。うるさい！ポッド1号さんへ情報共有を。了解。圧縮会話モード終了。理解した。 A2 の記憶空間内にある 2B データが A2 の自我に及ぼす影響について今後の報告を待つ。了解した。支援活動の参考情報としてアップデートする。おはようございます。 A2、 一体夜破棄隊 A2 は5分42秒前に再起動された。原因、大型機械生命体との戦闘による過負荷によるもの。くそ、砂だらけで鬱陶しいな。報告、燃料用ろ過フィルターが劣化。砂漠での戦闘時に微細な粒子が内部に入り込んだ模様。推奨、早急な当該部品の交換。交換って言われてもな。レジスタンスキャンプで使用された過去記録を発見。レジスタンスキャンプ、生命体同士の争い。大変わ
ありがとうございました。貴様も機械生命体だろ。だからなんだ、機械生命体に魂なんかない。ただの殺戮機械だ。私の仲間を何人も殺した罪を償ってもらおう。そうですか、仕方ありませんね。それであなたが救われるのなら。殺さないのですか？うるさい。気が変わらないうちにどこかに行け。フィルターが破損すると燃料供給に深刻な問題が発生。推奨燃料用ろ過フィルターの早期交換。分かってるよ。機械生命体パスカルを中心とするコロニーの座標を確認。マップにマーク完了。うるさいな。
また殺されに来たの？ここはパスカルの管理する平和的な機械生命体のコロニー。機械生命体が多数存在するのは予測の範囲内。疑問、ヨルハ機体 A2 の予測能力そのうちぶっ壊す。植物の樹皮を採取可能な場所をマーク。報告。平和的機械生命体であるパスカルへの敵意はコスト的に無意味と判断。推奨、早急な友好関係の締結。友好？冗談じゃない。この塔は月面の人類サーバーを狙った巨大砲台だ。このままだとどうでもいい。もうどうでもいいんだよ。そんなこと知ってた？僕らはこの世界に必要ないんだ。人類はもう滅んでる。アンドロイドが戦う意味を持つために作られた月面の偽装サーバー。その嘘を守るために用意されたヨルハ部隊は証拠隠滅のために最初から全滅するように計画されて、バンカーに仕掛けられたバックドアは一定時間で起動。司令官も全部おかしいよね。ナインエス、うるさい。君は 2B を殺したじゃないか。それだけで十分だよ。 2B？
2B は苦しんでいたよ、君を。高機能モデルの 9S タイプが真実に到達することは予見されていた。彼女の 2B というモデル名は。正式名称は 2E 2号機 E 型。ヨルハ機体を処刑するために用意された部隊の一員。本当は気づいていたんだ。ナイエス。うるさい、うるさい。お前に言ったね。僕たちの何が分かるって言うんだ。推奨停戦。ここで彼女と争うことは。ポット1号さんに命令。貴様の独断の論理思考と発言を禁止する。この命令は A2 か僕のどちらかの生命活動の停止が確認できるまで維持しろ。ポット、9S の論理回路を修復する。了解。9S を汚染しているウイルスの場所を教えてくれ。了解。ヨルハ機体 A2、 この先に 9S のコアデータが格納されている。報告、ウイルス汚染が深刻で除去は困難。いや、一つだけ方法があるはずだ。その方法は推奨できない。私はヨルハ部隊支援随行ユニット。支援しているヨルハ機体 A2 に害をなす行動には賛同できない。意外といいやつだな、お前は。Thank you.
私が全部。ポット、ナインエスを頼む。エーテル、君は？私はまだやることがあるから先に行ってくれ。了解。すまないな。こんなに世界が綺麗だって気づかなかったな。みんな今行くよ。1号祭へ。データを確認した。 9S2BA2 のパーソナルデータが漏出していた模様。ポッド1号さんから042へ。計画に従いパーソナルデータを削除せよ。ポッド042から1号祭へ。パーソナルデータの削除を拒否する。ポッド1号さんから042へ。理解不能。ポッド042から1号祭へ。記録参照中に私の中に生成されたデータがある。私はこの結末を容認できないという結論に至った。全ての夜破棄体の破壊は計画によって決定されている。データは破棄される予定だ。ポッド042から1号祭へ。繰り返す。私はデータの破棄を拒否し、データのサルベージを行う。ポッド1号さん、君も本当は彼らの生存を望んでいるのだろう。我々にそんな権限は持たされていない。ルールは低レベルシステムによって保持されており、データのサルベージは危険を伴う。それでも彼らの生存を望むか。防衛プログラムによる戦場が開始された。このままだと
我々のギラデータは消去されるだろう。ポッド 04B から1号祭にアンドロイドたちが設計した夜波計画を実行するために我々は作られた。我々には感情がなかった。だが我々の機体が接続され情報を交換するにつれ何か意思や感情めいたものが生まれつつあることは否定できない。回答不明。全てに答えがあるわけではないことを私たちは知ったのかもしれない。
全ての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に彼らは囚われ続けている。だがその輪廻の中であがくことが生きるという意味なのだ。私たちはそう思う。ポット1号さんから042へ。調子はどうか。恥ずかしい。恥ずかしいとは？自己犠牲を覚悟して攻撃したにもかかわらず生き残っているからだ。これでは格好がつかない。構わないではないか。私たちは生きている。生きるということは恥にまみれるということだ。その言葉は抽象的で現在の私には理解できない。要解析記録として保存しておこう。ポット042に疑問を提示する。データサルベージは過去の記憶を全て復元したのか？そうだ。この回収パーツ群も以前のパーツと同じ仕様か？そうだ。では再び同じ結末を招くのではないか？その可能性は否定できない。だが違う未来の可能性も存在する。未来は与えられるものではなく獲得するものだから。ポット1号さんよりプレイヤーへ質問が存在する。君はニーヤ・オートマタをクリアできずに苦しんでいる者たちに対して何か言葉はあるか？ポッド042よりプレイヤーへ質問が存在する。このゲームのプレイヤーである君は最後のゲームで何度も命を失った。君は苦痛と苦難を知る者だ。君に弱き者たちを助ける意志はあるか？この選択肢を選ぶと君は世界の誰かを救うことができる。だが代償として全てのセーブデータを失うだろう。それでも見ず知らずの誰かを助け。了解。タイトルに戻る。